Beachy.me をご覧の皆さん、お元気ですか？ベーシストの桜井哲夫です。この度、僕の35周年、デビュー記念して、CD を作りました、亀田誠治さんがプロデュースしてくれました、タイトルは Nothing but the Bass、 こちらに出てますね、5月27日発売です。よろしくお願いします。亀田さんがいわゆる歌物以外をやるって、まあ、歌物 なんでしょうけど、いわゆるボーカリスト以外をプロデュースって初めて、はい、多分 J-POP 以外でプロデュースするってあるんですかね。あんまないような気がしますけど。桜井さんの方からオファー。そうですね。っていうか、あの亀田さんと去年実は初めて会って、はい、でラジオ局でたまたま偶然会って、うん、で亀田さんがこう、桜井さん大ファンだったんですって言っての出会い で僕もあの椎名林檎さんの音楽好きだったんで、それでそれを亀田さんがプロデュースしてるってね、知ってたんで、いやもうすごいプロデュースかっこいいですねっていう話で、で彼も喜んでくれて、それでちょうど1年前に35周年記念のライブがあったんで、でお招きして、でそれで意気投合して、でご飯食べたりして、で35周年のそのライブの時に、今アルバムどうしようか考えてるんですよねっていう話をしたら、そのアルバムで何か役に立てますかって言ってきてくれたんですよね。ぜひ何かやってくださいって話で、ツインベースでもよかったんですけど、でもどうせだったら僕あの椎名林檎さん好きだから、あと自分のソロアルバムでプロデュースを人に頼んだことがなかったんで、この人だったら頼んでも頼みたいなと思いましたからね。プロデューサーを立てるってことは、自分の作品を料理してくださいっていうわけですよね。自分の作品っていうかですね、自分を含めて素材を提供して、私まな板乗りますからって話で、お任せしますっていうつもりでお願いしましたね。1曲目の Just the Two of Us とか、これ割とフラメンコ調というか、そうですね、そっち系ですよね。そっちにするっていうのはどちらの判断ですか？もうそれはね、いい質問ですね。この曲だけ亀田さんがこの曲をやってくださいって言ってリクエストしてきたんです。他は全曲自分で選んだんですけど、あの Just the Two of Us はこの今回のあのプロデュースじゃお願いしますってシャンシャンとなった時に、この曲は桜井さんのベースメロで聴きたいんですよって言って亀田さん言ってきて、この曲をフラメンコのギターの沖仁さんと桜井さん のデュオで聴きたいんですよっていう、もう絶対面白くなると思うって亀田さん言ってくれたん でもうやる気僕も満々になって、あと沖仁さん、僕はあの名前だけ知ってて、あの面識なかったし音も聞いたことなかったんですよ。評判だけ聞いてて興味あったんですけど、それでちゃんとあの調べて聞いてみたら、素晴らしいじゃないですか、あのフラメンコギター、ものすごいこう情熱的でテクニカルで、なんかあったかいし、なので気合を入れてアレンジしたんですけど、あのリズムも変えて8分の6にして、こうなんかジャンジャンジャカンガンジャンスカンジャカン、要するに沖さん絶対こっちのリズムの方が生きるなと、でもっと盛り上がるし、なんかジャムセッションしててもすごいエネルギッシュな感じになるなと思って、でコードもちょっとこれすごいよくあるコードじゃないですか、もう代表的なコードなんで、ちょっとあのアレンジしてなんか自分なりにはこう秀作のアレンジができてやったんですけど、そしたら亀田さんからちょっとムードが変わりすぎましたねっていう話で、コードはオリジナルのままにしましょうかとか、もう全然違う感じにしたんですよね。自分では自信作だったんですけど、これちょっと原曲がから離れちゃいましたねって話で、もっと戻しましょうっていうことで、それで戻した結果で、戻しつつもその自分なりのベースの感じと、あと沖仁さんを生かした感じで、あの演奏力でこうなんか原曲をアレンジしたっていう感じですかね。そのコードとかね、リズムは変えないで、それでなんかすごくいい感じになりましたね。1曲目のオフ・ザ・ウォールのケンケンさんですけど、ケンケンさん多分ベースのスラップのスタイルが違いますよね。いわゆる弦に対してスイッチ、そうなんです、よくご存知で実際にセッションされてどうですか、グルーヴも違うと思うんですけど、お互いメロディー取ったりしてます。
そうですね、これはね、でもね、あのスタジオ彼忙しくて登録できなかったんですよ。全部僕がアレンジして、ケンケンのパートも全部僕が打ち込んで、ここケンケンのパート一応入れとくけど、あのケンケンにしてって言って、うん、思いっきり変えてくださいって言って、自分のやりやすいように。だ結構完璧に、もう全部作っ完璧にできて、あの完成形にして、それでここを消してケンケンにしてっていう話。そうですね、こうケンケンがここでこう来て盛り上がっていくだろうなみたいなことを全部イメージして、だからあの右側が僕で、ケンケンが左なんですよ。でこうイヤホンヘッドホンで聞くと分かると思うんですけど、でそれも想定してちゃんとこうあのアレンジして、もちろんもちろんもちろん、ケンケンが爆発してもらうようにこう全部こう作ったって感じですか。ベースで歌物をやるってのはこういうことなの。そうですね、あのね、マイケル・ジャクソンと、まあ、あとミスチルの桜井さんもそうなんだけど、あの歌がね、ものすごいリズムがかっこいいんですよ。すごいこうリズミカルでかっこいいんですよね。でそれをあのベースでメロで表現するのに、やっぱスラップだとそのさらにシャープになるじゃないですか。